はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。サールです。映画午後ですね。よろしくお願いします。そうね、今日はちょっと落ち着いてできればなと思います。まあ、落ち着いて喋ってると、ちょっと声がね、どうしても小さくなるんで、音量の調節とかを少しやらないといけないですかね。エイバー55のゲームの音っていうのがね、意外とでかいんですよ。まあ、特にこういう鳴き声とか、銃声とか、大きい音は大きい。で、小さい音は、まあ、より小さいとか、そんな感じになっちゃうんで、まあ、音量のバランスはあんまり良くないのかもしれないですね。コメントありがとうございます。爆弾持って、これね、もっと角度をつけてね、壊せんじゃないのっていうコメントをいただいてましたけど、まあどうやらあの追記でね、無理らしくて。そうすると、まあ R はやったやり方でやらないとダメなんじゃないかなと思うんですよね。まあ逃げればいいのかなとも思うんだけど、まあ簡単にね、やり方あるよって言うんですけど、簡単なやり方が一番 R 気づかないんで、そうなってくると、まあ、自分がね、見つけたやり方で練習していった方が、一番確実性なのかなと思ってます。ので、まあ、ひとまずは、やばいかな。これやばいかな。ここの、電気は解除しちゃったのか。でも一匹くらいだったらなんとかなるかな。そんなに、ね、苦戦するほどのものでもないと思うんで、投げちゃえば大丈夫かな。よいしょ。これだね。1、2、3、4、5、6。そこじゃないよね。1、2、3、4、5、6。まあ、こんな感じでね、やればまあ大丈夫かな。もう一匹、出られた、出られた。そう。で、多分こいつが最後の一匹だね。同じ方向から出てきたんで。1、2、3、4、5、6。これで多分大丈夫です。また出てきた。A 級かな。いや、A 級なはずはないですね。1、2、3、4、5、6。これで大丈夫。大丈夫だと思う。おかしいな。スロックでやっつけないとダメな可能性あるか。そうなってくると、ここにいれば大丈夫なのかな。ちょっとここに歩いて、で、こここうして、一回やっつけて、1、2、3、4、5、6。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 爆弾の飛ぶ距離ってなんか違うのかな。もし違うとすげえ困るんだけど、なんかもっといい対処法があるとはゆえなんだよな。どうやったってここに立った時点で敵が出てこないってことは俺ダメなんだよ。スロックを一歩ね、ここでね、スリックを一歩破壊して、もう一歩踏み込めば敵がね出てくるのだとしたら、まあ考えられるけど、一回それ試してみるか。ちょっとカットする前に、まずここで乗っ取って、でも結局カットはするか。よし、とりあえず処分はし終わったので、一歩こう踏み込んでみましょうか。これさ、やっぱでもおかしいよね。誘惑しろよって言わざるを得ないよね。で、ここに一歩、もしかして、
やっぱ自分死ぬぜ。まあ逆に考えてっていう、逆って一体なんだよっていう話にもなってくるか。そうだな、そうしたら、そうね、例えば一歩踏み込んで爆発してもらう、そういやでもそう考えると爆発してもらう必要ないんだよな。ここで投げて、ここで隠れて爆発させて、こっちが全部片付いてればそれでいいわけだからね。あれ？じゃあこれなんだっけ？このスイッチなんだったんだっけ？この左の電撃をなんとかするやつだっけ？まあいっか。もう一回。よいしょ。ああ、思った以上に早く振り向くな、これ。早く振り向きすぎた。そうなるとは思わなかったな。こっち来ちゃうかな。大丈夫そうか。じゃちょっと実験として1234566。あ、やれたかこれ。1234566。何？あ、思ったのとちょっと違うな。思った展開とちょっとこれはまずいんじゃねえの？これやっぱどう考えても、あ、スリックだからスロックが出てこない。うまくいった。間一髪間に合ったようだ。僕は電源を切って工場をストップさせた。それで？こっちに行けばいいのかい？いいのかい？やっぱ手順というか、ギミックを操作するしない、スイッチを操作するしないで敵の配置とか、まあ、動きもかなり変わってくるみたいですね。なるほど。ああ、マジか、これ。これ、だって俺どっからやんの、これ。そうだよな。そりゃそうだよな。よし、とりあえず今はまあ、やりやすいやり方で進めています、まあ、どれが一番正しかったのかっていうのはよくわからないですけど、まあ、進めればねよしということでいきましょう。で、まさかね、左にこれさ、壁か壁じゃないかが分かんねえのかな。なんであの2分って。とりあえず一回セーブ、自分セーブいいっすか。うん、ダメそうだね。崖つかまりはやりそうもない。特に何にもないですね。下は重役会議室って書いてあるね。モラックが怒ってる。僕が魔導漢族の仲間を助け出していることがバレた。大変だ、みんな殺されちゃう。ああ、なるほど。あと1分以内になんとかしろっていうの。でも味方味方がな、まだでもあと20何人くらいいるはずだぜ。これを何、どうする、どうすればいいんだろう。そこから考えていかないとだよね。
今適当にやったんだけどダメだったか。この何ブザー音がうるさくてピッピッピーポーがちょっとわからないんじゃないかなと思うんだけど、まあちょっと見ていくしかないか。ピッピッピッパピッピッピッパピッピッパピッピッピッパ、あーちょっとうるさいなこれ。ちょっと一周がよくわかんねえな。とりあえずこれやっぱ早い段階だな。この最速で行った時に、あそれじゃダメだよ。1、1、1、2、パ、1、パ、1、パ、1、2、パかな。あ、いいや。どうせ、これね、死んで、あーるちゃん落ち着こう。死んでね、覚えるゲームなんだから、1回でやる必要ないんだよ。20回でやろう。ピッピッピッパッピッパ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 ッピッパ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 ッピッパッピッパッピッ、1、1、2、3、4、1、2、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、1、2、3、4、1、2、3、4。なるほど。で、ここかな？違いますね。え、でもさ、あそこ、じゃあ飛ぶっていうか、必要、解除する必要なくない？飛んじゃえばいいんだったら。これ触ら、ああ。またいだ瞬間から、どうにかなるんだっけ？この、モーションセンサーバッグなんて。ゴールデンアイだったら完全に死ぬけど、エイブはどうなんだろう？ちょっとまたいでみるか。いや、待てよ。普通にやろう。よし。よし。ここね。で、ここね。で、あー、これは、厳しい。で、こうと、上と下にはいけそうにないから、あ、今ちょっと普通に行っちゃったの、びっくりしたわ、今、自分で。で、ここかな？あ、お前壁か、ここ。マジかよ。よっ。で、ここから降りてって、こう。こう。こう。よし。ここは楽勝ですね。こうして、こうして、こうして、このレバーは何？ああ、何のレバー？あ、やっぱここ上登っていくのかな？いや、違うな。こうして、こうして、またあそこ行くのか。こうして、こうして、こう。よし。で、上かい？下ですね。で、おい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 。マジかよ。ああ、危なした。一人だぜ。で、今23人って書いてあったけどね。これを何、23回くらいやれっていうの？マジか。あ、ちょ、もうここからだって間違っちゃうもんな。いやー、これ、てかさ、自分が逃げるだけでも相当これ、きついぜ。なんか一番早い、こういうところから見ていかないとさ。で、1、2、3、4でしょ？で、ここ。てかさ、あれ多分やる必要ない気がするんだけど、まあいいや。で、ここは押しっぱなしで飛んでいく。で、ここ。で、こうして。あ、これ俺どのタイミングで行くんだろう。一番最初、何も考えずに。言っちゃったからな。何も考えない方がいいか。まずいな。何も考えないと、失敗した時に困るから。これ、
回転の方がいいかな、回転剣舞の方がいいかな。ちょっとこう飛んでみ、エイブくん。これ多分ね、必要ないよ、あれ、爆弾回数。よっ、ここで、こうして、あー、どこだろうな、ここかな、うん。ここってどこ、わかんない。そうだね、俺もよくわかんなかったよ。で、ここかな、よし。で、降りちゃって、で、ここはこう行くしかないね。で、こうして、こうして、こう。で、ピッてやって、こうして、こうして、こう。大丈夫。で、で、こう、こう、こう。ここは大丈夫だね。で、降りちゃって、降りちゃって、ここはこう、こう。で、こうやって、気をつけてね。で、こうして、こう。で、ここで一回やっちゃって、でも先進むにもこれ必要だもんね。パッパッパッピッパ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 ッピッパッパッパッピッパッピッパッパッピッパッパッパッピッ。よし。よし。こんなところで掃除させてる気が知れねえぜ。あーわよっと。お、シュリクールの力。え、何これ。え、待て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 、俺に何させないの。ん、これ帰らないの。あ、ちょっと待て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 。おい、何のために俺5人だ。あ、こうか。で、早く帰って帰って帰って、登れ登れって、ちょっと。ん、あ、違う、しまった。ここだ。うっ、これは間違ったな。まったく、最後の最後でドジってしまった。そうね、仲間は助けたけど、反対に僕が捕まってしまった。このまま僕は殺されてしまうんだろうか。うわ、あっ、あっ、これは なんだ、助けたみんなが。これはもう助からねえわ。戻ってきた。みんな、英雄の誕生だ。すごい、パラモニとスクラブもおとなしくするんだ。完全にこれ間違っちゃったかな。あ、ひとまずスタッフロールあ、じゃあこれは一回、あ、いいや、ひとまず最終回になっちゃいましたね。これまずいね。二十何人ってじゃあどこにいたの。始末されるにしろしないにしろ、まだどこかにいたってことだよね。どこか、あ、わかんないな。おそらくまあシュリクールの力で最後力任せに戦う必要はあったはずですよね。あれいきなり俺、あの上に戻ってなんか脱出するのかなと思ったんですけど、そういうことじゃなかったよね。なので、まあ、おそらくこのゲームね、オートセーブなんていうふざけたシステムは
ないでしょうから、まあ別にいいんですけど、セーブデータいっぱい取ってあるんで、ちゃんとね、最後のシュリクールの力を使って評議会というか会議室に降り立った時にシュリクールで大暴れして、でどうにかなったら嬉しいですかね。それはもう必ずやりましょう。エンディングはまあマルチエンディングなのかどうかもちょっと、高一山寺右上にもあったけど、こんだけ声変えちゃうんだったら高一山寺にする必要ないですよね。それとも必要なのかな、あれかな、ドナルドダックとかの声も声変えてんのかな。あんな声がね、やっぱ顔っていうか、あの喉から出るとはね到底思えないんですけど、まあそれはそれとして、ちょっとねいきなり終わっちゃったんで、ビビってます、ビビってるっていうかちょっと困惑しています。一応どうしようかな、これ次回作の話する、一応もう PS2 とか、まあ、いろいろね、もういっぱいお家にゲームあるんで、そっちをね優先してちょっとやりたいので、それに関してはねすぐにいくらでも始められるんですけど、なかなかね、だからリクエストいただいてもくそ、タイトルに戻っちゃったわ、なかなかこうできないっていうのがあって申し訳ないんですけどね。自分がやりたいやつとか、まあ自分がやったやつの続編とか、そう続編もねいろいろあるから大変っちゃ大変、やっぱ続編ないゲームの方がいいのかもしれないですね、そう考えると。ハロー、分かった、まだ時間あるだろうから一回カットして、カットできねえな、しかるべき場所、しかるべきタイミングのところまで行きましょう。ハロー、カモン、オッケー、楽勝ですね、くっそ楽勝でした、一発です。でここで行きますよ、はい、降りる、シュリクール、おらー、こいつもこいつもなに？あ、でもなんか違うのかな。まったく、最後の最後でドジってしまった。仲間は助けたけど、反対に僕が捕まってしまった。え？このまま僕は殺されてしまうんだろうか。いや、え、なんか違うのかな、え、完全に俺やったじゃないの。ちょっと、まあエンディング見てみましょうか。で、ここからシュリクルって、ちょっと待ってね、ここからシュリクルでしょ、で
58人か。なんかあれかな、たくさん助けて、で、その、降りて、なんかいろいろやらないとダメなのかな。ちょっと、エンディング何も変わらないし、腑に落ちないんだよな。何が必要なのこれ。とりあえずやるでしょ、これ。で、ガスの元栓。ああ、あれかな、あのガスの元栓を閉めないと、なんか違うのかな。最後でドジってしまった。仲間は助けたけど、反対に僕が捕まってしまった。あれで全員助けたのかどうか。殺されてしまうんだろうか。多分エンディング変わってないはずなんですよね。ただなんかチュルチュルンってね、このトゥームオン的なね、イーブオンなりましたので、なんかやれたんだろうな。なんかわかんない。これちょっと攻略見て、なんかここ今の時点で字幕とかつけとこうか。あれやらないとどうなるかとか。これやらないとここ助けられなくて、エイジ君が誰も助けてくれなくてバラバラに引き裂かれるとか、そんなことが多分あるんだろうな。エイブよ、よく頑張った。今助けてやる。うん、同じだもんね。はい、じゃあまた改めてご挨拶になっちゃいますけど、ありがとうございます。そうね、あと字幕どっかでいいか、その残りの20何人ってどこにいたのかなとかね。その多分隠しステージ、隠しワープゾーンとかで助けるべきだったと思うんですけれども、いやまさかね、そんなにいるとは思わなかった。だから結局 R が助けたのは50何人なので、全然だよね。ね、初めのステージで19人、初めのステージの19人ですら俺助け方分かんなかったしな。ね、処分さ先に処分されちゃった19人くらい、20人くらいと、で道中、まあどこかあれかな、やっぱりこの修行する場所とかでもっと隠しがあったんだろうな。どこだろうね、降りる場所とかがあったのかな。ちょっと2度目のエンディングになっちゃいますけど、一応ある、あのこれ同じじゃんと思って×ボタンを押してカットしちゃったんだけど、多分変わってないでしょう。時間的にどれくらいなの、今8分、時間を見ると10分の20分24分30今何分、ああ32分34分ぐらいになっちゃうのか。どれだけカットしてるか分かんないけど、まあ改めてありがとうございます。難しかったね。難しかったんだけど、まあ、最後の方になってくるとある程度ね、動かし方とかも分かってきて、あのよくできたゲーム、よくできたゲームなんて言うんじゃない、相当ねよくできたゲームだったね。続編が、まあ、できるのもうなずける、人気あったかどうかわかんないけど、続編ね、エイブ99っていうのが出たってことはそれなりに売れたはずだよね、きっと。人気あったんだろうな。隠れた名作というよりは全然隠れてないんだよなっていう感じだったのかな。で、新しくね、多分 PS5 かな、5の方でもね、新しい、ね、ゲーム発表あったらしいので、その時もね、同じ声で山ちゃんがやるのか、まあ、別の声優さんでもね全然構いませんけど、まあ、今ね、もうこういうゲーム実況とかが、もう普通の感じになってて、ね、数ある有名人がこぞってプレイしていくと思うので、まあ、どんどん面白くなっていくんじゃないのかなと思うんですよね。すげえ、全然本心じゃない感がね今にじみ出ちゃって申し訳なかったんだけど、でやっぱりオープニングに、あ、戻りますね。やっぱり関係なかったのか。
閉めるか。じゃあ別にあのエイブ君の顔がどうとかじゃないし、ま、待てよ、これ一周目では絶対できないとかそういう感じなのかな。まあその辺はもう字幕つけてなんとかしてください、アルちゃん。じゃあ、エイブは55の実況はこれで終わりになります。急にね、急な最終回であるも驚いていますが、長いご視聴本当にお疲れ様でした。で、ご視聴ありがとうございました。